それでは、会見の方に入らせていただきます。本日は発表項目が1点でございます。平成30年に、3月に開催をされます平昌パラリンピックに出場をいたします、パラアイスホッケー、日本、代表チームの強化合宿が、この熊本で開催をされることが決定いたしました。パラアイスホッケーとは下肢に障害を持つ人たちのためにアイスホッケーのルールを一部変更して行うスポーツでございます。冬季のパラリンピック出場は銀メダルを獲得した2010年バンクーバーパラリンピック以来2大会ぶりの出場となります。今回の熊本合宿は一般財団法人熊本国際観光コンベンション協会が日本パラアイスホッケー協会へ熱心な誘致活動を行いまして実現をしたものでございます。本市といたしましてもパラリンピック強化合宿を受け入れることによりまして障害の有無を超えてスポーツを通じて社会参加できる機会を積極的に支援できればというふうに考えております。合宿期間は平成30年2月9日金曜日から2月12日月曜日までの4日間場所は熊本市総合屋内プール、アクアドーム熊本のスケートリンクで行います。参加者は選手、それからスタッフを含め25名の予定でございまして中学生以上の下肢障害者の方を中心にアイススレッジ、これソリですね、に実際に乗ってもらう体験会のほかアイスホッケーの体験会も合わせて予定をしております。また合宿期間中は一般公開しておりまして見学も可能でございますので冬のパラリンピック競技はなかなか見る機会がございません。ぜひこの皆様もですね市民の皆様もこの機会に見学をしていただくとともにピョンチャンパラリンピックでは躍動する日本代表チームを熱く応援をしていただければというふうに思います。